この試合にかける思いはすごい強いものがみんなありましたし、勝ち点3を取ることができて、すごく嬉しいです。北野さんが前半に負傷退場して、その分も自分の中ではやってやろうっていうふうに思ってましたし、ただ入るときには頭の中は冷静にっていうことを心がけながら、あとは入るときに相手の中盤の間で、前線の4人がなるべく距離感を近くしてプレーするようにっていうことを言われたので、そこを意識して、入りました。そうですね、前半外から見てて、キグとコウモのところで、相手 の、 そのストロングポイントであるロングボールに対してほぼパーフェクトに抑えられてましたし、ただやっぱ前の選手が守備をサボって自由に蹴られるとやっぱ後ろはどうしても負担がかかってしまうので、前は前 の、 その役割というか、しっかりと追って少しでも相手にプレッシャーを与えて、そのミスキックなり思い通りのボールを蹴らせないようにということを意識しながらプレーしてましたし、最後は本当みんなが1点を守りきるという強い気持ちがプレーに表れてたと思うので、普段なかなかナック5に来れない方々もいるとは思いますが、その中で近くであったり遠くの熊谷まで足を運んでもらって、今日は本当にありがとうございました。今日のような熱い気持ちの入ったプレーを見せて、NAC5 でも勝ち点3を取れるようなゲームを残り試合見せていきたいと思いますので、これからも熱い声援をよろしくお願いします。